どうもボルクハです。ここは2010年まで東北新幹線の終着駅だった青森県の八戸駅です。今回は都道府県の面積ランキング第2位に輝く岩手県を4時間かけて縦断する普通列車があるようなので、それを紹介しようと思います。まだここは青森県なので、まずはその岩手県縦断列車の乗れる岩手県の入り口まで行きます。乗車するのは八戸線の普通久慈行き。八戸線も海が近い区間が多く、このように海沿いの綺麗な場所を通りながら久慈を目指します。久慈は岩手県の北部に位置しています。久慈駅で乗り換え、こちらが岩手県を横断する三陸鉄道普通盛行き。久慈は岩手県北部で、盛は岩手県南部、ほぼ岩手県を縦断しています。お待たせいたしました。この列車は宮古、釜石方面、盛行きです。ワンマンカーですので、お降りの際は三陸鉄道は久慈から宮古、釜石を通り、盛りまでを結ぶ 163km の路線を持つ鉄道会社です。列車はこれから三陸海岸沿いのルートを通って、盛りまでひたすら岩手県を南下。所要時間は4時間以上、長大なローカル線の旅です。またこの路線は JR ではなく三陸鉄道で、JR 以外の路線でここまで長時間走る普通列車というのは他にない気がします。もともと三陸鉄道は、宮古より北は北リアス線、宮古から釜石が JR 山田線、釜石から南は南リアス線と2つに分かれていましたが、東日本大震災で山田線が被災、長期間不通となってしまいました。しかし宮古と釜石の間は三陸鉄道に移管される形で復旧。三陸鉄道は久慈から盛まで一本道でつながったわけです。これから終点の盛まで美しい太平洋が広がる景色が見られます。この橋梁はリアス線で一番の車窓を楽しめるところです。下を流れる安川川は秋には鮭の遡上が見られ、山側には鮭の深上があります。雄大に広がる太平洋は親潮と黒潮がぶつかり、豊かな海の幸に恵まれ、世界三大漁場に数えるとポスターなどに多く使われております。今も景色を楽しみます。雨に反転しております。We will soon make a brief stop at Fudai. Passengers alighting here, please be careful.列車は宮古に到着、およそ3分の1ほど経ちました。宮古から釜石までは2011年まで JR 山田線として走っていた区間です。山田線は現在は宮古から内陸に入り、
盛岡までの路線となっています。先ほどの宮古までの震災前から三陸鉄道だった区間と比べて、現在走る元 JR 山田線の区間はどこか違う点があるのですが、皆さんお気づきでしょうか。震災前から三陸鉄道だった区間は高架でトンネルが多く、元 JR 山田線の区間は地上でトンネルも比較的少なめなのですが、お分かりいただけますでしょうか。三陸エリアは地形が地形なだけに津波の被害を受けやすい場所になっています。そのため三陸鉄道では津波による被害を受けにくいように高い位置に線路を敷き、実際これが功を奏し、東日本大震災ではそこまで被害は受けませんでした。なので釜石から盛まで再び元から三陸鉄道区間を見ると、こちらも高架線の多い災害に強い列車となっています。列車は釜石に到着。釜石からは JR 釜石線が出ており、花巻、盛岡方面に抜けることができます。三陸鉄道はおよそ7割走破。9時からはすでに3時間以上が経過しています。JR 線ではないのにここまで長距離な普通列車というのも大変珍しいと思います。これから境まで残り1時間ほど、三陸鉄道南リアス線とも呼ばれる区間を走行していきます。列車は終点の盛に到着。岩手県を4時間半ほどかけてほぼ縦断しました。ひたすら三陸海岸沿いを走るローカル線機動車の旅、大変素晴らしいものでした。一歩の列車で乗り通すととても乗り応えがあります。
それではご視聴ありがとうございました。